はい。美食女スイーツのコーナーコーナーコーナーということで、えっ、ー、と、これちゃんともう一回説明しますね。えっ、ー、と、チョコバナナ、えー、プリン。カゼインフリー、グルテンフリー。ちょっとね、私のあの、盛り付けが、あの、すごい独創的なんですけども、もうね、四角いあの、タッパみたいな耐熱ガラスの容器から直接もう、スプーンで、 ちょっとずつくり抜いて積み重ねてるので、こんな感じになっちゃったんですけども、お味はとっても美味しいです。あの、まあ、ココアパウダーとかでもいいと思うんですけども、チョコレートの固形とかココアパウダーとかね。あと、それを豆乳と、あと、まあ、甘味料ですね。好きな蜂蜜でもいいし、ラカンカとかでもいいし。で、それにゼラチンを入れて、まあ、レンジはあんま使いたくないけど、まあ、しょうがないっていうことで、レンジで、 1>, あの1分半ぐらいかなやったらあの溶けるので,であの小さい泡立て器であのその耐熱の容器に入れたままぐちゃぐちゃぐちゃって混ぜて溶かしますでそれでそこにねあのさらにその上にあの豆乳グルトヨーグルトでもいいと思うんですけどもプレーンのねあのそれを流し入れるんですね、うん、でそして 結構同じ量が結構多めに流し入れてごちゃごちゃごちゃってまた混ぜてもう容器のまま混ぜちゃってでそれでもうそのまま耐熱容器の四角いあのー、タッパ型の耐熱ガラスで作ってるんですけどももう付属の蓋があるのでそれをパチンとしてもういわきのね四角いのですねいわきの四角い耐熱ガラスの 容器なんですけどもあれ便利ですねもう一個買っちゃいましたそうでそれでえっと冷蔵庫に入れたらもう1時間ぐらいかな感じでこうなっちゃってますそうあバナナもね入れてねバナナとヨーグルトを後で入れて混ぜてっていう感じですねですごい簡単にねできてねとっても美味しくって気に入りましたね これはすごいね、ジェラチンのなんかホラーゲンも取れるしね。で、これだと本当に添加物一切入ってないので、とってもいいなと思って、まあ、チェリーはね、体を冷やすっていうのもあるんですけども、まあでもアイスとか食べるよりは全然いいし、添加物ないし、あの、すごくね、こういう私、プルーン系すごい好きなので、 あこれとね、あったかいお茶ですね。<laughs> これ、まこもちゃなんですけども、昨日このまこもちゃを飲みながら、あの、1時間半話したんですね。チューリップラジオ、これのまさに、このまこもちゃを飲みながら、あの、1時間半歌って話したのが、昨日のチューリップラジオです。あ、これですね。これ、1時間半話したので、聞いてください。 で、これがあ,のあんまりねあの、美味しくなかったって言ったらあれですけども、トマトがあんまり熟してなかったのをリメイクしてめちゃくちゃ美味しくしました。やっぱりなんか生のトマトだとやっぱりトマト自体が美味しくないとねって感じで、ちょっとね、あんまり甘みがない昨のトマトだったのであの、もう半分はこんな感じでね、あのこれはね、すっごいたくさんね、見えてないけど、 ブラウンマッシュルームですね、第一宅配のね、美味しいブラウンマッシュルームをすっごいいっぱい入ってます。それをもう全部刻んで入れて、でそれで、そこにね、ちょっとだけ余ったあのポルチーニ煮込みももうあの入れちゃってで、卵2つぐらいか、2、3個かな、2つぐらいで、あとトマトですね、トマト刻んで。 このね、青いのはね、あんまり本当は火を通さない方がいいんですけども、ブロッコリースプラウトですね。貝割れみたいな。あれすごいね、体にいいらしくって。でも本当は生で食べた方がいいんですって、吸収率が。でもね、もう入れちゃいました。一番最後に入れちゃいました。でもまあ火通っちゃったと思うけど、そんな感じでね、あと鶏ガラスープちょっと入れて、 うん、ちょっと味付け忘れちゃったな塩コショウとかあとまあいろいろバジルとかオレガノとか入れて、うん、ちょっとメンチューとかも入れちゃったのかなっていう感じでちょっとあのまあ適当な感じで味付けをしたんですけどもとっても美味しい卵炒めになりましたそれでは続きます